ベイブリックチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。漫画の増田でございます。私、佐藤でございます。佐藤くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当ご視聴いつもありがとうございます。いやー、なんか前回すごい反響がすごかったみたいですね。そう、あの夜のパルコでね、撮った、鋼の動画が。はい。なんかね、意外と、やっぱ、この間言ったように、はい、ちょっとやっぱ敷居高くていけないよっていう方が、うんうん、ちょっと見たんだけど、よかったとか、うん、ちょっと行ってみましたとか、結構、ね、嬉しい声いただいて、でかつもう一回やってっていう声もあったのと、はいはい、石橋店長からもっと来いと。もう一回来いと。はい。でも、なんかすごかったらしいです、反響。ちょっと後で話しますけど。はい、というわけで、まあ、1ヶ月ぶりですね、多分。もうそんな感じですか。はい。で、僕ね、1ヶ月というか、まあ、毎日僕ほぼ鋼来るんですね、朝それに、はい。で、その時気になってるものもあるんでね。はい。店内の様子とともに、また僕の、気になってるものをご紹介していこうかなと思います。はい、じゃあどうぞ。聞こえてきた。はい。この間ここ、レザーコーナーだったんですけども、はい、もう春夏らしく、軽快なシャツコーナーですね。うん、そうですね。半袖シャツ並んでないのはやっぱね、イタリアも扱ってる鋼らしいから、やっぱり、ね、向こうの人ってシャツは長袖をこうまくって着るっていうのね、はい、セクシーかなっていうところで、すごいやっぱ明るめのシャツ。今年結構最近モノトーン多かったんで、はい、逆にこの反動で、オレンジ、ブルー、ピンク、すごい綺麗な、ね、シャツが、ね、多いのが、今年の特徴ですね。なんかメンズのトレンドはちょっと明るめですよね。そうですね。なんか今年は急に明るい色が。うん、ここかっこいいなぁ。ここかっこいいよね。サファリ柄のパンツにサファリジャケット。かっこいい。これは大人よね。色気がありますね。ちなみに今日ね、僕今気になってるのはね、はい、ジャケットなんですよ。ジャケット、はい、はい。ジャケットコーナーこっちあるんで、また後でぐるっと回ってくるんですけど、はい、僕が気になるジャケットが分かる方はすごいと思います。でこれはね、ちょっとジャケット部門では番外編なんですけど、はい、これスティルラティーノの、はい、サファリジャケット。これはね、むちゃくちゃおしゃれだと思います。はい、まあ、テーラードの技法をね、しっかりふんだんに使ったサファリジャケットですね。やっぱリネン系とか、ちょっとやっぱりざっくりした夏らしい素材がね、多いですね。多いですね。うん。いやいやいや。スーツもね、スーツはやっぱね、ガラッと真面目なのが多いですね。そう。ちょっと遊びのジャケットから真面目なスーツまで。まあ、ここまで幅広く揃えてるのがやっぱね、弊社の鋼というですね。強みですので。すごい。そう。この間スーツ買ったんですよ。あ、松田さんが。うん、スーツ買ったんですよ。あ、この間の、そう。あれはね、パナで買ったんだけどね。はい、スーツ買うと嬉しいよね。スーツ、ジャケットってなんかこう、非常にこう、上がる。うん。上がる。まあ、ちょっと背筋も伸びるじゃないですけど。そうですね。うん。上がりますね。スーツコーナー。これ名古屋なんだ。ちょっとウルト行こうです。はい、レザーコーナー、ね、レザーコーナー。減ったね、さすがに、ね、時期的にね。そうですね。減りました。で、前回、ご紹介した、はい、別注レザーが、はい、ありません。ありません。拍手が聞こえました。僕ね、初めて聞きました、今日。あ、本当ですか？あれから、本当に問い合わせが結構北海道とか、うん、いろんなとこからあったらしくて、もうほぼご紹介で、全部完売しちゃったってことで、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あれ本当良かったんで、買った人正解です。うん。どうしても欲しい人は、石橋店長にもう一回作ってと、リクエストしていただければ。どうなんでしょうね。どうなんでしょうかね。これ見たことない、俺。これ、ラルディーニの、リバーシブルの、はい、スプリンコ。しかもね、これ、素材がすごいな、これ。大体わかるんですけどね。わからん。朝は入っとるだろうな、と思いながら。と、裏側ね、ワッシャーナイロンかな？この、ちょっとソラロ風の。これね。まあでもカメラですごいわかりやすいです。出ます。はい、出ます。めちゃめちゃ出る。真っ白の T シャツにさらっとこんなに着てたね、うん。まあ多分、鋼のお客さんの T シャツじゃなくて、ニット T なんだけど。はい。気になるジャケットの答え合わせに参りたいと思います。はい、バレバレです。面出ししてました。これですね。これこのジャケットね、もう素材と色がもう抜群？うん。なんかありそうなんだけど、僕初めて見る、色合い。ちょっとこう、ブラウンとグレーが混ざった。ちょっとよりも、ね。なんとも言えないカラーね。これ多分リネンシルクとかがね、混ざってんじゃないかと思うんですけどね。これはね、なんだろう。ちょっと説明してもらうとね、僕じゃ説明できない。なるほど。はい。とこのちょっとこうね、デカめのラベルなんかもね、着た感じが多分想像できないので、そろそろ、主役に登場してもらおうと思います。呼びましょうか。はい。じゃあ、このジャケットをオーダーした、張本人。はい。石橋店長こと、千代さん。はい。
松田さん、今回も来ていただいてありがとうございます。とんでもないです、もう本当ね。ゴールデン行く前にね。一番忙しい時に本当。バタバタ来ました。バタバタ来ました。博多からありがとうございます。もう本当、でもね、皆さん喜んでくれるならね、もういつでも来ますよ。ありがとうございます。はい、なんか前回、はい、松田さんがちょっと来ていただいて、はい、YouTube で初めて紹介させてもらったの、エメッティ、別注なんですけど、はいはいはい、反響すごくいただきまして、はい、おかげさまで全部完売することができました。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。ました全然聞いてなかったです。一番に報告しないといけないのに、本当に申し訳ないんですけど。いや、でもあれはね、物が良かったです。ありがたいことにですね、なんかまあ、鹿児島から来ていただいたりとか、はい、まあ、北海道からお問い合わせいただいたりとか、なんか本当に皆さんなんかすごく見ていただいてるんだなと思って、ありがたかったですね。あれ、なんかあんま季節問わないんで、追加生産間に合うんじゃないかなと思うんですけどね。そうそう、また作ってほしいっていう声もあったんで、そうですね、ちょっと声が、もうちょっと募れば、もうちょっと皆さんお声いただければ、ちょっと第2弾で。すごいですね、みんなの問い合わせで、別注が、クラウドファンディングですね。そうです。なんで、ちょっとお声いただければ、ちょっと。はい。じゃ皆さんの声で別注復活するかもしれませんので、よかったらお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、で、前回もちょっとこう、前回レザーでご紹介させてもらったんですけど、はいはい、今回はそろそろジャケットを紹介したいなと思ってたところで、うん、はい、松田さんがちょっと気に入っていただけたってことで。いや、これはね、僕、毎日着けるじゃないですか、ほぼ。はいはい。結構ずっと気になってたんですよ。嬉しい、はい。触ったら接客されるじゃないですか。なるべく触らないようにしてだからね。いや、今回ちょっと今シーズンちょっと鋼テーラーが、まあもともとこう、ちょっとダブルをおすすめしたくて、はい、まあ、ちょっと見てもらってもいろいろダブル展開やってるんですけど、うんうん、ね、で、その中でもちょっとこれはぜひちょっと今回おすすめしたいなと思ってるのが、そのティト・アレグレットのジャケット。はい。ティトさんですね。ティトさんのジャケットになるんですよね。はい、さっきお色目ちょっと紹介してもらったと思うんですけど、はい、ちょっとわかりますかね、単色じゃなくて3色ぐらい糸がこうミックスされてるんですよね。はい、なんかほんとこう光の当たり具合によってちょっとこう、何でしょう、色の出方がちょっとこう微妙に変化するというか。いや、そうなんですよ。これね、ほんと立体的なね、表情してて。色っぽい感じなんですよね。なんかこれダブルって多分ちょっとこう、難易度が高そうとか、ちょっとこう、派手になるんじゃないかなって方、うん、もしかしたらお声多いんじゃないかなと思うんですけど、できればちょっとその、合わせやすいコンジャケとかと一緒のように、コンジャケ代わりで使ってほしい、ちょっと新たな、うん、グレイッシュなこうブラウンのダブルジャケットになるんですよね。だからこう、今って割とパンツとかも、例えばブラックパンツだったりとか、ネイビーとかのパンツって履かれる方も増えてるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういう方にちょっと、コンジャケじゃなくて、まあ、相性のいいこういうちょっとこう、グレイッシュなブラウンのジャケットをちょっと着てほしいなと思ってます。でもグレーですもんね。僕、グレーのジャケットいいなと思ってるんですけど、うん、かっこいいグレーってほぼないんですよね。ね、そうなんです。そう、それがね、僕はやっぱ新品になったところですね。嬉しいです。これ素材って何なんですか？これウール100なんですけど、ちょっとこう、一見なんかリネンとかシルクとか入ってそうに見えると思うんです。あ、疑ってます。ちょっと疑ってます。本当にウール100なんですよ。いやいや、もう結構、僕も長いんで大体わかるんですけど、はいはい、これウール100は、わからんやったっす。ウールのみでこのツヤ感が出るのとか、うん、ちょっとこう、肌触りも、ちょっとこう、はい、ちょっとこうなんていうの、リネンっぽい、うんうん、ちょっとこう、割とサラッとした感じの肌触りだと思うんですけど。うん、すごいですね、これ回復力。すごい。だから、割と本当にシワ感気にせず、なんかこう、快適に着ていただける、ちょっとツヤジャケットじゃないかな、というふうに思いますね。ほら、こうやって接客されるからね、言いたくなかったんですよ。欲しくなったじゃないですか。これでも本当に、そう、最強なんですよね。で、まあ、さっきとこの、涼しいっていう素材感があったじゃないですか。うん、でも、色味的にちょっとこういう、グレイッシュなブラウンって、うん、まあ、あんまりこう、夏々しい感じのお色目じゃないんで、うん、まあその秋口とか、はい、まあ、本当に真冬以外3シーズン着ていただけるっていうのも、またこのなんかこう、
メリットじゃないかなと思います、このジャケットの。まあ、9、10とかって、うん、秋っていうのは暑いですもんね。暑いじゃないですか。だから結構これは、だから秋色の服合わせて、そう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 、秋のスタイルにいけるし、なんかこうね、V ゾーンの合わせとかでちょっと夏っぽくとか、うん、ちょっと秋っぽくとかしてもらえるとなんかいいかなと思います、ね。ほら言わなきゃよかった。ダブルでもそんなにこうだから派手な感じにならないんで、うん、まあ本当にあのちょっとダブルまだお持ちじゃない方とかもちょっとぜひチャレンジしてほしいなと思ってますね。スーツのダブルは一昨年買ったんですけど、うん、はい、ジャケットのダブル最近買ってないです。買ってないですか？あら、でもダブルのジャケットはちょっとぜひちょっと調整してほしいんですよね。来ちゃおうかな、じゃあ。来てほしいですね。いつか来て。来てください。来てきます。あ、ぜひじゃあお願いします。じゃあコーディネートお願いしますね。もちろん任せてください。はい、着替えてまいりました。どうですか？やっぱこれいいっすね、色が。よかった、うん。どうしてもこう、おすすめのちょっとこのダブルを、はい、ちょっと今回ちょっとこういうドレスと、はい、ちょっとカジュアルと2パターンちょっとご紹介したかったんですけど、はい、まずちょっとこのドレスですね。ドレスの感じなんですけど、これは大人だな、エロいな。なんか多分こういう合わせで着ると、はい、そんなに多分派手な感じしないんじゃないかなと。そうですね。だから色が結構抑えてるんで、あんまりこうなんだろう、ちょっと頑張ってますよって感じはないかなと思うんですけど。なんかこうボトムスとかを、はい、まあ、今こうブラックパンツで合わせてもらってるんですけど、はい、まあ、さっき言ったこうブラックとかネイビーとか、はい、まあ、結構ダーク系で合わせてもらうと、なんか多分こういうちょっとこうブラウン系のジャケットも、はい、割とちょっとこう寒色系寄りになって、うん、多分仕事とかでも使いやすいんじゃないかなと思いますね。うん、なんか本当これブラウンともグレーとも取れる、うんうん、すごい色ですね。でちょっとこうおすすめ的にはちょっとまあ割とこう色味はあんまり使わず、まあ、ちょっとビジネスで使いやすいような感じのコーディネートにしてみたんですけど、はい、でちょっと今年はこう、まあ、さっきもシャツでこうカラーものとかあったんですけど、はいはい、ちょっとストライプ柄とかちょっとおすすめなんですよね。なんか久しぶりですよね、ブルーのストライプ、うん、でストライプにちょっと、まあ、ストライプにあえてこうレジメンタルのネクタイとか合わせて、でちょっと素材にちょっとこう表情があるものとかで合わせてもらうと、はい、なんかこうシックなんだけどちょっとこう艶っぽい仕上がりになってるんじゃないかなっていうふうに、うん、そうですね、鏡見てますけど色気あるなと思って、はい、嬉しいですね。そうですね、この感じだったら全然着れますね、うんうんうん、割と色味もシックだし、でもしかしこれ全然色味の話飛びますけど、はい、めちゃくちゃいい体見えますね。いや、これもう話今こう鏡見てて男っぽい感じなんですよ。そうなんかこう胸、多分ダブルってこのね、やっぱラペルのこの広さとか、はい、やっぱりこのバスト周りがやっぱりよりちょっとこうボリュームを持たせてくれるんで、なんか本当にこうやっぱジャケットってね、こう華奢に見えるよりかは多分ちょっとこういう男っぽい感じの見せ方の方がなんかよりエレガントでかっこいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。すごい鏡見ててもね、結構細身なんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ着やすいです。着やすい。肩はしっかりね、はいはい、立体的に作ってるんですよね、これ。これこうさすがティトさんの多分ジャケットじゃないかなっていうふうに思うんですけど。ティトさんですね。ティトさんなんかちょいちょい遊んでるでしょ。本当なんか仲良くさせてもらってて、はい、私もだから個人的に大好きなブランドなんですけど、まあ、実はちょっと福岡で何度か一緒に、まあ、コロナ前とかは、うん、一緒に屋台行ったりとか、カラオケ。カラオケ何歌うんですかね。唯一イタリア語の歌が一曲あったんですよ。でそれを歌ってたんですけど、はい、まあ乗りづらいですイタリア語だから何を歌ってるか上手かやったかもちょっと申し訳ないんですけど分かんなかったんですけど、めちゃくちゃおしゃれですよね。でも、うん、ティトさんは本当におしゃれだと思います。でもね、ティトさん自体も割とダブルって結構ですね。僕もだから一緒ですけどね、イタリアで2回食事行かせてもらったけど、うん、多分2回ともねダブルのジャケット着られていて、なんかねさらっと着てるのがかっこいいんですよね。でこなしがうまいっすよね。はいはい、うん、もともとあれですよ、なんかラルフローレンの VMD とか。だからやっぱりこう、上手ですよね、なんかそういう、うん、クラシックさもあるんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう、遊びが効いてるっていうか、はいはいはい、なんか洒落てるなっていうふうに思います。なんかね、うちの社長をちょっと彷彿させるとこあって、うんうん、なんか一回ね、アメリカ製のバンダナの話で二人でめっちゃ盛り上がってたんですよ。あ、イタリアで。そう。イタリアでアメリカ製のバンダナを、はい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 、ケツに突っ込むんだみたいな話をして、二、うんうん、人で盛り上がってて、まあ、似てるな、この二人と思いながら。いやコアなところでは、ね、結構似てるのかもしれないですね。そう。いや、だからそのイタリアのものもなんかイタリアらしくだけど、うん、ちょっとこう、ラギットのアメカジっぽいテイストというか、ね、聞きますし、はいはいはい、なんかそれがなんか一つあるのね、シャレ感じでね。
かっこいいです。かっこいいですね。なんかこうダブルステッチとかも結構そのラペルの声とかもあると、はい、その自然光とかでいくと結構そのステッチの入り具合だったりとか、はい、こういう型のこのギャザーだったりとか、はい、多分色っぽく映るんじゃないかなっていうの。これはですよね、ダブルステッチとか、うん、肩のマニカカミーチャ的なのとか、はい、このセンターダースとか、はいはい、でこれなんかナポリスタイルですね。そうですね。すごい。でもなんかなんだろう、ナポリ臭すぎないない感じなんで、うん、なんかこうコテコテじゃなく、うん、なんかこう割とちょっとこうマッポさった言い方あれですけど、まあちょっとこう気分な感じでこういうジャケットスタイルもちょっと挑戦してもらえたらなって思います、ね、うん、はい、大満足してます。ちなみにだからこれ44サイズですね。これ44ですね。僕大体ね、169センチ58キロで、大体ラルディーンとかタリアットとか42キロですけど、はいはいはい、これでも44で全然いいですね。いいですね。なんか今の感覚的にもこれぐらいの方がかっこいいなと思いますね、うんうん、いやー、これカジュアルスタイルもしちゃったらマジで惜しくなるかもしれないですねこれ。じゃあおすすめのカジュアルコーデ行ってもいいでしょうか、はい、お願いします。じゃあお願いします。はい、着替えてきました。カジュアルスタイル、これすごいですね。全然雰囲気変わりますね。なんかちょっとリゾート感すら出た、出てきる感じですよね、はい、うん、多分また言われそうですけど、はい、言っちゃっていいですか？言っちゃっていいですか？もう本当好きですよ、コロニアル。コロニアル。好きなように作っていいかなと思ってやったら、やっぱりちょっと、コロニアル。ブラウン、ブラウングレー、ベージュ。もう、ザ・コロニアルを集めて。でも、これ、でもすごい好きです。あ、本当です。よかったです。なんかちょっと素材で、はい、ちょっとこう、全部素材を異素材で合わせてるんで、うん、まあ、割とこういう、ね、同色のちょっとこういうグラデーションっぽいコーディネートでも、はい、これちょっとなんかおしゃれ感が入ってるんじゃないかなと思います。そうですよね、おっしゃったようにこの素材の合わせすごいすごい好きです。このシアサッカー、これめちゃくちゃ履きやすいですね。これすごいでしょ、うん、普通シアサッカーって、はい、結構表情あっておしゃれパンツってかっこいいんだけど、うん、ゴワッとしてて履きづらかったりあるじゃないですか、うん、これ特徴的にはこの柔らかさ、このシルエットもこのダブルのジャケットとすごい合ってる気がしますね。なんかダブルジャケットでちょっとカジュアルっぽくもし着られるんでしたら、うん、まあ、なんか普通のこうスリムのパンツもいいんですけど、はい、よりちょっとゆとりの腰回りにややちょっとゆとりがあったりすると、うん、多分相性的にはすごくいいんじゃないかなと思いますね。さすがっすね。なんか僕らカジュアルチーム結構ね、うん、このジャケットカジュアルに着ろって言われたらデニムに逃げがち。はいはいはい、はい、まあ、もちろんねデニムとかも絶対合うんですけど、はい、よりちょっとなんか洗練されません、なんかちょっとこういうダブルもあえて開けてきて、はい、うん、でなんかこうちょっと抜け感出して、うん、でちょっとね緩やかな腰回りを見せて、うん、履いてもらうとなんかかっこいいんじゃないかなと思います。ね、でなんかこうちょっとそのシアサッカー素材と、はい、まあウールのねちょっとこのツヤ感のジャケットで、はい、インナーはこうちょっとこうリネンコンの素材とかで合わせてもらうと、うん、なんかこう清涼感もあるんですけど、ちょっと大人のカジュアルなスタイルになるんじゃないかな。うん、そう。いや、不思議なのが、さっき黒のパンツだったじゃないですか。うん、はいはい、はい、で、ジャケット見たときに、ブラウンっぽいなと思ったんですよね。うんうん、で、今ブラウンのパンツでしょ、うん、で、こう見るとグレーっぽいなと思って。そうです。あ、確かに確かに。そのね、見え方、すごいパンツによってね、表情が変わるんで。だからこう、合わせる、洋服のお色目で見え方も変わるし、うん、また外のこう自然光とかでまた色味も変わったりするんで。これ自然光絶対かっこいいですよね。かっこいい。色、奥多分、いい具合に映えるんじゃないかなと思うんですよね。欲しくなっちゃうじゃないですか。ね、さ、タイドアップスタイルも似合ったしね、はい、このカジュアルスタイルも似合うから。そうですね。でもお高いんでしょ、うん、でも本当に多分、コストパフォーマンス、はいはいはい、値段的に多分、すごく頑張ってくれてるんじゃないかなと思うんですよね。で、多分このね、このちょっとリッチなこの素材に、こういうディティールも凝ってるじゃないですか。うん、はい、これで、一応お値段的には、はい、12万5千プラス消費税。うん、でもね、なんかね、素直に、僕も本当にガチで、今値段知らずにずっと挟めてましたけど、うんうん、ガチで安いと思いました。でしょ、うん、でも本当にこれ10万前半ぐらいで、うん、このクオリティと、うん、多分この仕上がりっていうのは多分なかなか、本当にないんじゃないかなと思うんです。そうですね。このなんか手仕事風なね、うんうん、しっかりしたこうナポリ仕立てで作って、はい、物の割にすごいね、手頃だなと思います。ちなみにサイズこれ44で、サイズ展開は44、46、48、50ですね。4サイズもこの、うちの、珍しいですよ。だいたい、石橋先生のとこだいたい3サイズじゃないですか。下手すら2サイズとかあるんですけど。いや、多分それはね、やっぱ自信の表れですね。本当に個人的こう、ダブルがやっぱりかっこいいなと思ったのと、はい、まあ、この本当にこの素材、すごく
目惚れしてかっこいいなと思ったんで、まあ、できればちょっとね、いろいろご紹介したいなと思って。うん、いや、でもね、これ着て、この格好させられたらですね、うん、変えたら買いますよ。本当ですか。本当ですか。変えたら、なかなか、なかなかですけどね。なかなかね、はい、こういうトータルだとね、あれかもしれないんですけど、はい、でも、ちょっとなんかこう、いつもとイメージが変わるスタイリングじゃないかなと思うんで、うん、ちょっと、ぜひね、チャレンジしてほしいですね。いいですね。さっきのね、シックな、ドレススタイルに比べて、こう、ちょっとね、じゃらっとアクセサリーつけたりして、うんうん。なんかちょっといいですよね、こういう。うん。いやー。欲しいです。あ、あれ。はい。でもお客さん優先なので、はい、普通は買わないです。はい。でもすごくおすすめのジャケットですね。そうですね。うん、これは本当もうオンオフ転用でしっかり使ってもらえる素敵なジャケットなので、まあ、ぜひぜひね。はい。この間もこの間ねご紹介したじゃないですか。インスタグラムとブログとかって。はいはい、はい、増えました。インスタ見てるし。じわじわ。あ、じわじわ。あの、更新のね、あれがちょっとね、なかなか。ちょっとあんま更新してないですよね。なんか、だからかもわかんないんですけど、ただ、じわじわは、来ていただいております。ぜひ皆さん、概要欄に、前回も言いましたけど、概要欄に、はい、かがねのインスタ、ブログ等々ご紹介しておきますので、結構コアなね、情報とかも載ってますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃまとめますと、はい、キットアレグレットの、はい、去年ウールダブルジャケット。そうですね。はい、の、ツヤジャケ。ツヤジャケ。通称ツヤジャケ。サイズが44、はい、46、48、50。はい、4サイズ。プライスは12万5000の消費税。はい。はい。かなり素敵な一着だと思いますので、ぜひ気になった方は、まあ、この、YouTube 欄に、ね、コメントしてもらってもいいですし、概要欄の鋼の方に直接お問い合わせいただいてもいいと思いますので、ぜひぜひまた、お問い合わせください。またじゃあ、しほさんもね、はい、結構出てほしいってリクエスト多いと思うので、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、もっともよろしくお願いします。はい